の神経が犬はいいので、それでジャンプが得意なので、人間が飛んでる縄跳びを飛べるんじゃないかと。犬は縄跳びを楽しんでやっていると思います、なぜなら、私たちが犬に縄跳びを教えるときに楽しんで、そして遊びの延長で縄跳びを教えています。ですので犬はきっとそれを遊びだと思って一緒に縄跳びをやっているので楽しんでやっていると思います。今回チャレンジする犬で、今私が抱っこしている犬はマヨネーズという名前の、プードルの犬なんですけれども、このマヨネーズは、好奇心旺盛で遊びが大好きなものです。世界記録の方に乗ってとても光栄に思います。ぜひまた、この記録をさらに更新していけるように、私たちも毎日練習をしていきたい。